国道423号起点大阪府大阪市、北区売新南交差点国道423号は、大阪府大阪市北区から、見直しを経て、京都府亀岡市に至る、一般国道である。大阪市から、見直しの区間は、大阪万博に合わせ整備された新見道筋であり、1981年4月30日の、令第台153号による、路線指定により、 翌年4月1日付で一般国道に昇格した池田市豊野町亀岡市の一般道路の区間は接待街道とも呼ばれる一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り新御道筋国道479号との分岐大阪府水田市南水田起点梅新南交差点から北は 新御道筋という日本有数の交通量の多い大通りで片側2から3車線の高架道路である。新御道筋は地下鉄御道筋線と北大阪急行を上下線間に挟む幅95メートルの道路で一般国道では日本第2位の広さで知られる。美濃市か野の濃直し下泥御館は国道171号などと重複する道と2007年開通の 未納有料道路の二つの道路が並行する。原道の池田市不使町以北の区間は主に谷合を走る市街地から外れた山道で未納有料道路の方は大部分が長大な未納トンネルで構成された渋滞回避のできる道路である。国道423号では池田市豊野町間は線形も悪いため阪急バス不使停留所マイナス発電所前から 北設池田メモリアルパーク前停留所間において、不使用バイパスの設置を進めている。1998年6月、2003年8月には、発電所前バス停付近で、土砂崩れが発生し、現地を走るバスが迂回を余儀なくされた。また2009年3月にも発電所前停留所、マイナス台、渡る採石場停留所間において、同様の土砂崩れが発生している。 この国道423号を生活道路としている豊野町域では2005年9月に大阪府道110号余りの茨城線で道路崩落事故が発生し北大阪ネオポリス地里中央線などの路線バスは1ヶ月ほど広域的迂回をすることを余儀なくされ完全復旧に1年ほど要した豊野郡豊野町北付近大阪未納間は大阪市街地内の街路で 美濃亀岡間は、のどかな平坦地と山中のつづらお礼の道路が繰り返す。丹波亀山城から本能寺へと向かう明智光秀の軍の先発隊が行軍していたが、京都へ向かって反転したという宝器峠に、明智戻り岩が残されている。ありがとうございます。